中国メディアによりますと、今年を反ファシズム戦争勝利70周年と位置づける中国が軍事パレードを開催するということです。これまで建国記念日から10周年ごとに行われていましたが、その慣例を破る異例の開催となります。習近平国家主席が軍を掌握していることを国内外にアピールするほか、日本を牽制する狙いもあります。9月の抗日戦争勝利記念日に開催する可能性があります。